今日も2時からね、医療公園勉強会の方を始めていきたいと思います。今日のテーマはですね、血管を元気にするためにっていうのと、あと肥満からの脱出っていうことでね、2つのテーマで話を進めていきたいと思います。肝がん検診団の、医療啓発活動の一つでこれをやってますけども、今日もですね、新しく来てくれた方もいらっしゃるみたいでね、同心の告知見てきた方って、ありがとうございます。で、肝炎ウイルス検査っていう血液検査も札幌市の方無料で受けられるようになってますし、札幌市外の方も今無料で受けられるように肝がん検診団の方ではやってますので、ね、もし可能であれば体験していってもらえればと思います。それでは早速ね、田村先生の方によろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。肝臓クリニック札幌で臨床検査技師をしています、田村と申します。今日はですね、血管を元気にするためにということで、血管の検査を知って動脈硬化の改善をということでお話を進めていきたいと思います。そもそも動脈硬化って何ということで、動脈硬化症というのはですね、文字通り動脈が硬くなる病気のことです。動脈が硬くなると血管の内側が脆くなって熟腫というプラークというものができて、血液の中に血管の中が狭くなったり詰まったり、熟腫が剥がれて血液中を漂って細い血管に詰まったりということをしたりします。血管の内側が狭くなると必要な酸素や栄養素が行き渡らなくなって、臓器や組織が正しく機能しなくなります。さらに血管が詰まると臓器と、組織に血液が流れなくなって壊死といって臓器が死んでしまう、一部分腐ってしまうということが起きます。で、また血管が硬くなることで血管は脆くて破れやすくもなります。で、怖い動脈硬化症ということで、動脈硬化が起きるとどういうことが起きるかといいますと、心臓にまずは大きな負担がかかります。で、今も話しましたが、臓器や組織が正しく機能しなくなったり、血液が流れなくなって止まってしまうと臓器や組織が壊死してしまう、あとは硬くなることによって血管が破れやすくなるというようなことが起きます。で、さらに、動脈硬化症が進行すると、心臓に大きな負担がかかるというのはどういう病名につながっていくかといいますと、まずは高血圧ですね、血圧が高くなったり、あとは心臓に肥大が起きる、心臓の壁が厚くなったり、もっと悪くなると心不全といって心臓の動きが悪くなる。で、臓器や組織が正しく機能しなくなったり、臓器が壊死してしまう病気はどういうものがあるかといいますと、まずは心筋梗塞ですね、心臓の筋肉に血液が行き渡らなくなって心臓の筋肉が死んでしまう、あとは血管が狭くなって心臓の筋肉が動きづらくなるのを狭心症、あとは血管が詰まって脳梗塞、脳の血管が詰まって脳梗塞ですね。あとはもう一つは下肢閉塞動脈硬化症、 ASO と言われている病気がありますが、これはこの後ちょっと説明します。あとは血管が破れやすくなるとどういう病気になるかというと脳出血ですね、頭の中で血管が破れて出血してしまう。で、今話しました下肢動脈閉塞硬化症ですが、どういう病気かと言いますと、足の動脈が動脈硬化で狭くなって足が壊死してしまう病気のことです。で、症状としては歩くとすぐ足が痛くなってしまうというのが症状で、間欠性跛行という意味ですが、もしこのような症状がある方はすぐ病院に行った方がいいです。ちょっとに歩いて、足が痛くなってきて休むとまた少し歩けるというような症状のことを時に、足の動脈が閉塞しているという場合がありますので注意してください。で、動脈硬化というのはどういう人らに起きているかということなんですけど、生活習慣病およびメタボリックシンドロームと動脈硬化症ということで、動脈硬化症を起きやすい人というのは生活習慣病でいう高血圧、糖尿病、脂質異常症の人が動脈硬化になりやすいです。で、高血圧の人は国内に大体4000万人ぐらいいて、糖尿病の人は大体2000万人ぐらいいると言われています。で、脂質異常症ですね、コレステロールとか中性脂肪が高い人というのは4000万人以上いると。で、その他に、メタボリックシンドロームと言われる、いわゆる肥満のある方っていうのは40歳以上の男性で2人に1人、
女性の方が少なくて40歳以上の女性は5人に1人ぐらいがメタボリックシンドロームがあると言われていまして、その人方は動脈硬化症になる可能性が高いということで、この動脈硬化症の方は、まあ、糖尿病や高血圧や脂質異常のほかに心血管疾患、要は心筋梗塞、狭心症とか脳出血、脳梗塞、あとは腎臓も血管の動脈の塊みたいなところですので、腎臓の疾患であったり、今お話ししました下肢動脈閉塞硬化症みたいな、足の血管の病気になったりということにつながっているということになります。で、肝臓とコレステロールとの関係ですね。今脂質の話が出ましたけど、動脈硬化、コレステロールというのはですね、細胞膜やホルモンの原料になる、体にとっては不可欠な成分なんですが、肝臓から体の外に排出される善玉コレステロールといわれる HDL コレステロールと、肝臓から体の内側に運ばれる悪玉コレステロールという LDL コレステロールとに分けられます。で、LDL コレステロールが多くなると血管の壁にくっついて動脈硬化の原因になっていくということになります。で、逆に善玉コレステロールっていうのは、その壁にくっついた、LDL コレステロール、悪玉コレステロールを剥がして体の外に連れていくっていうのが HDL コレステロール、善玉コレステロールの役割ということになりますね。で、そのコレステロール自体を作っているのは、まあ、肝臓で作っているということになります。で、肝臓に脂質であったり中性脂肪が溜まっていくと脂肪肝になるんですけど、この脂肪肝と動脈硬化というのも密接なというか関係がありまして、肝臓病と動脈硬化症っていうのはあまり関係のないように見えるんですけど、実は重要なことがあり、事柄があります。いろいろな研究がされていまして、脂肪肝では心筋梗塞をはじめとする冠動脈疾患、要は心臓を養っている血管の疾患が多いと。で、脂肪肝というのは肥満のある方に多いんですけど、肥満のない方にも脂肪肝というのが起きてまして、肥満のない方でも脂肪肝があると動脈硬化が多いという研究結果が出ています。あとは非アルコール性脂肪性肝疾患という脂肪肝の中に、肝臓に繊維化っていって肝臓が硬くなる現象が起きる方がいまして、そういう方は大きな血管、太い動脈だけではなくて細い最小血管障害といって腎臓の動脈とか細い血管に、病気が障害が起きるというような研究も分かってきています。で、下の方にですね、脂肪肝があるんですけど、要は食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足などが重なって脂肪肝に、肝臓に中性脂肪が溜まっちゃうんですけど、そこからまあ脂肪肝炎、脂肪肝炎がもっと悪くなると肝硬変になったり、肝硬変になってくると今度肝臓に癌ができてしまうというような病態が脂肪肝に考えられるんですけど、ただその脂肪肝から動脈硬化とか血管疾患の方にも移行していくことがあるというようなことをここでは表しています。で、脂肪肝についてちょっとお話ししますと、左の肝臓の、まあ、脂肪のついた脂肪肝なんですけど、肝臓の中に 30% 以上の中性脂肪がたまったものを重度、20% から 30% 以上の細胞に、脂肪が中性脂肪がたまっているのを中等と。今ここ10から 20% って書いてますけど、今基準が変わりまして 5% から 20% が軽度というふうに、脂肪肝の重症度分類っていうのがあるんですが、この脂肪肝を放っておきますと、NASH と言われている非アルコール性脂肪肝炎というものになって、それを放っておくと、肝硬変になってしまう恐れがあります。なんですけど、脂肪肝っていうのは可逆的というか、食事や栄養のバランスのいい食事をしたり、適度な運動とか生活習慣をすることによって健康な中性脂肪の、沈着が 5% 以下の健康な肝臓に戻ることができます。で、動脈硬化と戦うにはということで、動脈硬化と戦うためにはまず早期発見が大切になってきます。今の自分の血管の状態を知ることが大切で、そのためには動脈硬化の検査をしなくてはなりません。で、自分の血管の状態が分かったら、今度は
早期改善ということで、動脈硬化の原因、危険因子に応じて、生活習慣の改善であったり、食事を療法したり、運動療法したり、必要に応じて、まあ、薬物療法をするということになります。で、動脈硬化の検査ですが、どういうものがありますあるかといいますと、脈波の検査。脈波っていうのは、要は血圧を使ったような検査ですね。あとは超音波で血管自体を見るっていうのと、あとは造影剤を使った検査というようなものがあります。その中で、当院で行っている検査としましては、脈波を使っている検査で、ABI っていう検査と CABI っていう検査を、向かいの肝臓クリニックではやっておりまして、超音波の検査としては、頸動脈エコー、まあ、場合によっては下肢静脈だったり動脈下肢の動脈エコーもする場合もありますけど、普段行っている検査としては頸動脈のエコーの検査があります。でここの下に書いてある FMD っていうのがあるんですけど、まあ下の図でいくと正常な血管がありまして、動脈硬化がどんどんこう進行していくとしたら、 FMD っていうのは要は動脈硬化のなりかけを見つけれる検査ではあるんですけど、非常に精密な検査で難しい検査です。血管の内皮細胞の、機能を見る検査なんですけど、非常に誤差も大きくて、あんまり、動脈硬化の早期を見つけれると言われているんですけど、なかなか難しい検査ですね。あとは TCD といって、これは脳の血流を見ることがエコーでもできるんですけど、これもなかなか難しい検査で、比較的簡単にできて、血管の状態が知れるというのは、まあ、少し動脈硬化が始まった状態のところで、CABI と頸動脈というのは硬化の具合、硬さを見たり、あとは ABI という検査は、まあ、詰まり具合を見るというような検査をやっております。で CABI と ABI の検査のうち、 ABI というのはどういう検査かといいますと、ABI というのはアンクルブラキアルインデックスの頭文字を取った略語でして、アンクルっていうのは足首、ブラキアルっていうのは上腕ですね、腕の指標、インデックスということで指標ということで、足首と上腕の血圧を測定して、その血圧の比を取って、指標にしていると。血管の内腔が狭くなってないか、または詰まって閉塞していないかというのが分かります。でキャビっていうのはどういう意味かと言いますと、カルディオアンクルバスキュラーインデックスの頭文字を取ってキャビというふうに読むんですが、カルディオっていうのは心臓、アンクルっていうのは足首、バスキュラーっていうのは血管のことを表してまして、それを使った指標ですよということで、心臓から足関節、足首の関節までの、脈波っていうのは血圧の伝わり具合から計算されて出てくる動脈硬化の指標ということになります。で動脈から、足首までの硬さの程度が分かります。ただこの検査から出てくるのは血管年齢っていうのが出てくるんですよね。でこの血管年齢っていうのが比較的、患者様方には分かりやすいのかなと思います。で、まとめますと、 ABI っていう検査はどういうものかっていうと、詰まりを見てる。狭窄とか閉塞ですね。狭くなったり詰まったりしてないかっていうのを見てる。で ABI の値は 0.9 以下になると狭窄閉塞を疑いますよということになります。正常値については後ほどまたお話しますね。で CABI ですが、 CABI っていうのは血管の石灰化だったり、血管が厚くなったりしてないかとか、硬くなってないか、要は血管の硬さに関する検査ということになります。で動脈硬化が進むと CABI の値が高くなって、血管年齢も高くなっていくというふうになります。でどういう検査かといいますと、患者さんには寝ていただいて、手足4箇所、腕と足首に血圧のカフを巻きます。その他に、あとは心電図を両手首ですね、左右の手首に心電図を挟んで、心臓の音を聞くためのマイクをお胸の上に置きます。で最初4箇所いっぺんに軽く締められるんですが、そこで軽く締められた時にキャビっていうものを取って、でその軽く締まるやつが終わると、今度右手と右足が強く締まります。でこの強く締まった時に、手と足の血圧を測っています。
それが終わると左側になるんですが、まあ、合計で3分ぐらいの検査なんですけど、その血圧を測る方法でキャビと ABI をいっぺんに入れる1回の検査で両方測っています。でこれはですね、うちのクリニックでは若い方からこの検査を受けていただくことが多いんですけど、若いうちに、血管の状態を知っておくというのは非常に大事なことで、早期発見であったり早期治療につながるということになります。で今お話ししました ABI の結果の見方なんですが、0.9 以下が異常であるということになります。狭くなってきているということになりますが、 0.9 から 1.4 の間は正常で、0.9 以下が異常。でどういうふうにやっているかといいますと、ちょっと下の図で見ていただくと、左側のこの人間の血管の絵が正常なんですけど、腕の血圧は100ありました。足の血圧は110ありました。普通足の方が少し血圧腕よりも高く計測るものなんですけど、これが正常で、比を取ると腕と足の比を取ると足の方がちょっと多くて 1.1 ということで、 0.9 から 1.4 の間で正常。でも足の付け根のところで血管が詰まり気味の人の血圧は、腕は同じく100の血圧があるんですけど、足は50しか血圧が取れない、血圧が低くなっているってなると100対50なので0.5ということになって、 0.9 以下になって、血管が詰まり気味ですよというふうに分かるという仕組みです。で次にキャビですが、血管の硬さを、指標にしていまして、ちゃんと年齢から計算されるようになっていますが、正常範囲は8未満が正常、8より少なければいいと。で数字が高く8以上になってきたら、動脈硬化の疑いがありますよということなんですけど、キャビから出てくるのは血管年齢というのが出てくるので、血管年齢を、まあ、聞いておけば、自分が今の年齢よりも血管が硬めなのか柔らかめなのかというのが分かるかと思います。なので血管年齢を気にしていれば大丈夫だと思います。で、うちのクリニックに通われている患者さんのデータを取ってみました。ちょっと古いデータですが、2007年うちのクリニックが開院してから、次の年の1月まで8ヶ月間、この検査をした方がですね、全部で568名いらっしゃいました。その中に2回以上血管年齢を測定した人が87名いたんですが、その人たちの結果ですが、血管年齢が改善した人をですね、受診されて食事療法だったり運動療法を頑張られた方の中で、36% の方が血管年齢が改善しました。で血管年齢が2回測ったうち変わらなかったという人が24名いらっしゃいまして、27% ですが、27% いらっしゃいました。逆に血管年齢が悪くなってしまったという方が 36% いたんですが、悪くなるというのは要は年数、自分の体の年数が進めば血管年齢も増えるので、普通に暮らしていれば普通に悪くなっていくというか、血管年齢が進んでいくんですよ、年齢とともに。なので、考え方としては、改善した人はもちろん血管が柔らかくなったと言えるんですけど、血管年齢が変わらなかったっていう人は、自分は年を取っていくのに血管年齢はその年でとどまっていれば、いつかは自分の年齢が血管年齢を上回って年を取っていくわけなので、いつかは自分の血管年齢が若くなると考えれば、8ヶ月で 63% の患者さんが改善または悪化がなかったという結果になりました。一例を示しますと、63歳の男性で、まあ、C 型の慢性肝炎で通われている方なんですが、身長は172センチ、体重は 75.4 キロ、で2回目に測った時は75キロなので、体重はほとんど変わっていないんですが、食事療法を頑張っていたっていう話を聞きました。初め測った時は、キャビの値は98以下が正常なので 10.4、63歳なのに血管年齢は80歳以上って出てたんですよね。それが5ヶ月間頑張っていただいて、キャビの値はまだ正常値まではいってないんですけど、10.4 から 9.6 まで下がって、血管年齢も60代後半まで来ました。
まだ63歳なので、まだ、自分の血管年齢はちょっと多めではあるんですけど、それでも、血管年齢が改善したと。このままですね、60代後半のまま年を取っていけば、いつか血管年齢と年齢が追いつくというようなことになります。頸動脈エコーのお話を少ししたいと思いますが、頸動脈エコーは簡便かつ、視覚的に動脈硬化の診断ができて早期に発見できる検査です。全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また脳血管疾患に対する評価にも用いられるということで、画像で簡単に血管の様子が分かるという検査です。で、痛みも被曝もありませんし、年月を追って動脈硬化の程度を知ることができます。で、頸動脈っていうのは首のちょうどよく時代劇とかでバサッと切られるとビューって血液が出る血管なんですけど、脳に血液を送ってる大事な血管で、心臓から来た血管が内頸と外頸動脈というふうに分かれるんですけど、内頸動脈は脳に血液を送ってるところなんですが、そこの分かれ道のところで血液の淀みができて、プラーク、熟腫っていうものができやすくなります。で、ここに血栓とかが詰まって、その血栓が脳に飛んでいくと脳梗塞というふうなことが起きたり してしまいます。で、どういうふうに検査をするかといいますと、こういうふうに寝ていただいて、首にゼリーを塗って、血管自体を見ます。で、どういうふうに見てるかといいますと、動脈硬化の分ですね、血管の厚みを測ったり、血管の詰まり具合を見たり、あとはプラークといって、その熟腫の正常を見たりします。どういうふうに見えるかといいますと、この左上の絵を見ていただきますと、矢印の間にあるのが血管の内膜ですね。この厚みを測っています。だいたい1ミリよりも薄いぐらいの厚みなんですが、拡大してみるとこうやって、血管の壁が見えます。2番目の右上のやつは、ちょうどここの赤い部分が血管なんですけど、ここにプラークっていう熟腫がついてまして、ここで流れがこんなに細くなっちゃってる。血液の流れ具合もエコーで見ることができます。で、左下の方に行きますと、そのプラークの正常、どういう形をしているかとか、血管のどのあたりについてるのかっていうのが分かったりします。で、食事の話は後で先生をしてくれると思いますので、先生にお任せすることにして、食事療法も大事なんですが、あとは運動療法ですね。歩いたりなんだりっていうのもあるんですけど、ハンドグリップ法っていうのがありまして、自分の握力の 30% で握って1分間休むっていうのを左右2回するというものです。どういう原理かと言いますと、物を握ると筋肉が収縮して血管が、流れが少し止まる。で、その後に力を緩めると血液がバーッと流れ出して、その時にですね、血管の内側の細胞から一酸化窒素という物質が出てくるんですよね。で、その一酸化窒素っていうのは血管の壁を柔らかくする作用があったり、血管を広げる作用があるということで、30% の力で握るというのがいい。で、力いっぱい握ると今度は血圧が高くなりすぎたり低くなりすぎたりするので、ちょっと危ないので 30% 程度がちょうどいいということになるんですが、その自分の握力の 30% っていうのはなんぼだっていうのが分かりづらいので、もっと簡単なのは NHK で紹介されたんですが、タオルハンドグリップ法といいまして、普通の、お風呂で使うようなタオルを4つ折りにしていただいて、くるくるとこういうタオルを、巻いたものを作ります。で、これをですね、握っていただくんですけど、親指と人差し指がくっつかない程度に握る。これを2分間握ってていただいて休むと。1分間休む。それを左右2回行っていただくという方法なんですけど、ちょうどその指と指がくっつかないぐらいがちょうど 30% ぐらいの力であるというふうにな原理になっています。で、これをですね、1日に1回10分程度やっていただければ十分効果があるので、やりすぎないことが大事です。で、毎日する必要はなくて、週に3回から5回ぐらいするだけで、血管の内皮細胞から一酸化窒素っていうのが出て、血管が徐々に柔らかくなってくるということで、あとはですね、注意していただきたいのは、血圧高すぎる人、180とか110から110ぐらい、
180ぐらいある人は一応医師に相談してから行ってくださいということで、最後にですね、血管を元気にするためにということで、動脈硬化症はいろいろな臓器に障害をもたらす危険な病気ですと、生活習慣病とメタボリックシンドロームだとか原因になります。あとは肝臓病、特に脂肪肝と動脈硬化症も重要な関係があります。早期発見のためには若い頃から血管の検査、キャビと ABI の発見を話をして、あと頸動脈の話をしましたが、早期発見と経過観察、あとは食事療法と運動で血管を元気にしていきましょうということで、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、田村先生ありがとうございました。動脈硬化の、ね、原因だとかね、そういったものを調べていく方法だとかね、あとハンドグリップ法って意外とこうタオルで握るだけでもね、血管が柔らかくなるっていうデータ、 NHK の方でもね、試して合点で紹介されたりとかしてたので、ぜひチャレンジしてみてほしいと思います。